みなチャンネルへようこそ。はい、月曜日に届く指定をしてたんですけども、なんかもういきなり届いてしまったので、勢いでそのまま開けてしまいました。これです。これです。はい、サンワサプライさんの、ミニディスプレイポートから HDMI に変換するケーブル、2メーターのケーブル。500-KC020-2 -2 ってことは、まあ、2メートルの2だと思います。で、まあお分かりですよね。ミニディスプレイから HDMI に切り替えるということはこういうことですよ。2015年、5K iMac からこっち、先日買った 4K モニター、パナソニックのビエラ49インチ GX850 に、4K 出力して、まあ使うかどうかは分かりませんけど、トリプルモニター化してしまおうかなっていう、まあ半分ネタ、まあできるようにしとけば何かの時に役立つかなみたいな、と思って買ってみました。で、2015年の僕、古いっていうか、まあ 5K になった初代ですね、なんですけども、ミニディスプレイポートの出力が 4K は対応してるんですけども、30なんですよ、60では出せないので、まあ動画を見るときはね、こっちで直接見た方から 4K60 フレーム見れるので、まあ その方がいいです。はい、例えば、スタジオで撮った写真を、ちょうどねカメラ撮ってる後ろに、まあ、ソファーがあるんですけども、お客さんそこに座ってもらって、ここでね、見て選んでいただくっていうことができるかなと思って、こいつにもちょっと、Mac の出力をしようかなと思いました。はい、まあ、27もね大きいんですけど、やっぱり近くに来ないと、まあ、なかなか距離があるんで、どうですかっつってもちっちゃいなってなるんで、これだったらもうそのまんま、セレクト画面ここに出してね、見せて、選んでいただくっていうことができるかなと思います。はい、で、いろいろ調べたんですが、ミニディスプレイポートから HDMI に変換する、アダプターを買って、そこからまた HDMI でつなぐっていう方法と、まあ僕が今回、アダプターとかを一切返さないでミニディスプレイから HDMI になってる、まあただ途中にね、こういう変換が、アダプターがもう内蔵されております。で、これは逆ができません。逆ってなんだって話なんですけど、 HDMI からミニディスプレイに戻すってことですね。基本的にこのアダプターにも矢印が書いてますけども、ミニディスプレイポートから HDMI に行く一方通行のケーブルになっております。はい、じゃあ早速つなげていきましょうと思ったんですけども、この後ろね狭いので、ミニディスプレイポートと HDMI をつなぐ動画を撮っても、微妙かなと思うんで、つなぐ場所はね皆さんもわかると思いますので、ちょっとつないでる作業はちょっとカットして、つないだ後にお会いいたしましょう。つないでいきます。はい、とまあこんな感じでつなぐと、パナソニックのビエラ49インチ 4K テレビにも iMac の画像がね映し出すことができるようになりました。これの設定については、まあすぐできちゃうんですけれども、ブログで紹介しますか。もうほとんどすぐつないでこれだけだっていうだけなので、設定からね、あのディスプレイの設定をするだけなんですけれども、その辺の細かいやつはスクショ取って後でブログに書いておきます。はい、で、まあこれで3画面になりましたという感じですね。まあ、これに関してはですね、もう 4K で出力されてて、今のところ 4K フル表示なので、ものすごいなんかこうちっちゃい感じになってると思うんですけれども、見えますでしょうか。 5K iMac の方から、まあもちろんなんですが、位置を調整しているので、このまんまスライドするとこっちによいしょと持っていくことがもちろんできます。はい、色合いはね、もちろんね、キャリブレーションとかはしてないので、テレビの色なので色はね微妙なんですけれども、まあこんな感じで自分のブログですけれども見たりすることもできます。で、まあ、もちろんね、ここで YouTube をクリックすると YouTube に行くんですが、まあ前お見せした通り、はい、こんな感じですね。なんかすごい寂しいな、
ここの下出てきてほしいな、なんかこれしかアップしてない感じに見える。まあ動画にすればいいか。あ、ね、こんな感じで、いっぱい出てきましたけれども、まあこれでね、まあ見てもいいんですけども、30フレームでしか、送信できてないので、 4K はですね、1080は60もちろん平均ですけど、 4K は30までなので、 4K の60フレームを見るときは、まあテレビ単体の方で YouTube のアプリで見た方がいいと。でまあ 4K の60フレームをまあ30にしてこっちでやると 5K から出してるので、結局 5K iMac の方にまあ負荷がかかってしまうので、まあ動画見るだけなら切り離して動画用にしてしまった方がいいかなという感じでございます。はい、あとはまあライトルームで2画面にして、こっちの方をフルスクリーンで見ることもできるので、例えばですけども、まあ花火の写真、はい、フルスクリーンにして、画像がきっちり表示されるまで約コンマ5秒1秒かかんないですけど、表示して少しもやっとしてましたね。でちゃんとパッと綺麗に表示されるまでコンマ5秒くらいかかってからパチって、表示されました。はい、こんな感じで、こんな感じですね。なので、こっちでこう見せながら、ここでね、お客さんにどの写真がいいですか、まあ、これはまあ別ですけども、花火撮ってきたやつですけども、ここで大画面で見ることができるので、ちょうどね、そのカメラの後ろにソファーがあるので、この画面ならね、こっちのちっちゃい画面よりは、全然見れるので、こんな感じでセレクトしていただくということも、できるという感じになりました。はい、ということで、さっきのね、ミニディスプレイポートから HDMI 4K 出力できるコード1本でこんな感じでトリプルモニターにすることができました。うん、まあこれをやりたかったわけじゃなく、まあせっかくモニターあるんだからつないでおこうっていう程度のものなので、まあまあご参考程度にっていう感じではありますけども、まあちょっと使うシチュエーションはね、普通の人と変わってきちゃうかもしれませんけども、まあ見れないよりは見れた方が、まあいろんなシチュエーションで使える場所があったりして面白いかなっていう感じはいたします。はい、うん、まあただね、 4K が30フレームまでしかダメということなので、動画に関してはお気をつけください。はい、まああと静止画に関しては普通にまあこうやって見れます。はい、ただ色はキャリブレーションしてないのにテレビの色になっているということだけはご注意くださいという感じですかね。はい、ということで今日は iMac、5K iMac から、ミニディスプレイポート 4K の変換コードを使ってパナソニックのビエラ 4K49 インチ GX855 に、映像を出して3モニタートリプルモニターにしてみましたというお話でございました。はい、何かこのテレビについていろいろ聞きたいことがあれば、またの全然概要欄でも、メールでも、ツイッターでも、フェイスブックでも何でも、いろんなとこからお問い合わせしていただければ、検証実験もしてみたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まだね、音声出力だとか、それこそ、今ちょうどミュートになってるな、アレクサでもね、操作できるので、その動画もね、撮ろうと思ってるんですけども、なかなかちょっと時間がなくて、今先にアレクサのそっちの動画をね、撮ろうと思ったら先にケーブル来ちゃったんで、なんか来ちゃうとやっぱりやりたくなるじゃないですか。なんで、でやった動画を先に撮ってしまったんですけども、また後日今度はこれを、アレクサでテレビをつけれるということなので、そちらも、やってみたいと思いますので、まあ気長に待っててください。そして時間つぶし、暇つぶしにでも見ていただければと思います。はい、ということで、あ、ごめんなさいね、またブログ下に貼ってますので、設定方法とか後でスクショ撮ってブログにアップしておきますので、よろしくお願いします。はい、というわけでミヤチャンネルでございました。それでは。